えー、こんにちはただいま紹介を受けました井村典子です。ロサンゼルス在住です。よろしくお願いいたします。えー、今日は再発を、ね、どのように乗り越えたのか、私のお話を少し聞いていただければと思います。えー、で最初の乳がんを患ったのは2016年の12月でした。でその時は左ものね、ちょうど、えー、時計の針が6時半を閉めた方向の下の針の方にね、えー、2センチのしこりができてまして、でステージは 2B だったんですね。でそれで えー、左胸前摘ということでその時は前摘の手術を行いましたで、それと同時に、えー、再建手術で、えー、プラスティックサージュリーもしましたで、ここにね今もまだ左胸に、えー、入っておりますで、その時はまああのー、放射線 治療はしなくてもちろん、キモセラビーもしなかったんですけども、まあ、ホルモン治療を、ね、しまして、薬を5年間飲むという治療をしたわけなんです。で、あれからほぼですね、まあ、6年と少し経ったわけなんですけども、えー、一昨年ですが、まさかのね、再発をしたんですね。で、場所はなんと、まあ、同じ場所だったんですよ。それで、えー、あの左胸の下なんですけども。で たまにですね私はあの胸を触ったり、まあ、自分で、ね、チェックをする癖がついてましたので、まあ、ある日ですね、えー、そのちょっと触ってねあの自分で、まあ、いろいろこう確認してたわけなんですねそうしましたら、えー、そのいつものこの左胸の前、ね、の、えー、患った場所にあれ、なんだろう、これなんかニキビみたいなポツンとなんかできてる。 なんか触ったら本当にね。あの米粒みたいなようなものだったんですね。で、前、まあ、あとはこれ何なんだろうで。あの他にね。症状。は全 たくななかったわけなんですよ。どこが痛いとか、まあ、どこがあれだっていうのはなかったんですけどちょっとなんかすごい気になりましてなんでこんなところにニキビみたいのができてしまうのかなまあちょっとね不安だったので、まあ、とにかくその時に再発ってちょっと頭よぎったわけなんですそれでまあ絶対にねないとはね言い切れませんので、えー、まさか恐れていたその。 再発がに、ね、なってしまったんじゃないかっていうのもあったので、まあ、とにかくあの早くちょっと病院に行きまして、えー、検査をしてもらおうと思って予約を取りました。で、ドキドキしたんですが、まずは、えーまあ、検査の結果、えーまああの、再発ということになりまして、でも本当にね米粒程度の,あの大きさだったので、悪性ではないと言われてね、まあ、ちょっと少しほっとしたわけなんです。であともう一つ問題は えー、転移をしているのかいないのか、でこれも、まあ、ちょっと調べてもらうということで、CT スキャンをしました。で、あともう1つですね、えー、と私がね、MRI がダメなんですね、実は。あの要するに、弊所恐怖症なので、MRI に入ってしまうと、ちょっとパニックアタックを起こしてしまうので、じゃあ、他の方法でないかということで、えー、ドクターから勧められましたのが、まあ、骨新チグラフィー。 っていうもので骨の検査なんですねでこれをすることになったわけなんですが、まあ、これは全身にあその骨の様子をあまあ写真に撮ってで他のがんの骨の転移があるかどうかっていうのを、まあ、調べる検査なんですけども、まあ、微量なその放射線を出すその物質を、ね、含んだ薬を、まあ、静脈から注射しましてそれで骨への転移の有無をね調べるの調べる その検査なんですよ、まあ、要するに、えー、とその、えー、と薬を静脈から注射して、まあ、2時間ぐらい経ってやるんですが要するに体中になんかこう放射線が流れる感じで、まあ、あの写真を撮るときに多分、えー、と想像なんですけどピカ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 ってその骨だけがまあ骸骨のように多分あの光っていたんではないかと思うんですけどもで、まあ、とにかくこの,けんあの検査をやりました。でえー、結果はは、まあ、骨には全くその 他にね、転、え、移、ー、はなかったということで、ちょっとすごくほっとしましたで。結果を聞くまではね、まあ、本当に怖かったんですほん、すごくね、不安でした。まあ、ともかくですねあの、先ほども先生たちもおっしゃってましたが、小さい米粒でももちろん放っておくと、えー、大きくなりかねませんので、まあ、再発手術をね、受ける決心をいたしました。でえー、早期発見とということで、まあ、今回もも、あの前の時も あの見つかったのでまあまあ、とにかくいつも心がけて胸はいつも自分でねチェックしていましたただね二度と手術はしたくないなぁと思ったんですけどもあの、まあ、もう一度ね同じ箇所で、えー、手術をしなければいけないのはちょっとまあちょっとショックだったんですがでその時にですね実はあのちょっと質問があったんですかねドクターにあの同じ箇所で、えー、もうシリコンが入ってるのでで実はその 手術の時にこのシリコンを取り出してまた入れるのかとねせっかくきれいに入ってて、まあ、ハリウッド女優さんまでいかないですけどきれいに、ね、入っている状態なんですがえまあ、んこれをねまた取り出してまた入れるのかっていう質問したらいやそれは大丈夫とあのあなたがその米粒のそのあの使用ねできている場所は別にその中奥深くではなくてその 側面っていうんですかあの外,あの,外あのそのシリコンのね外にプッとこうあるのであの全然それはシリコンに関係なくまあ、手術できるよって。 っていうことだったんですね。で良かったと思ってまあ、一旦取り出して、また入れるとなると。まあ、もしそれはそれであれば、まあもっと大きいの入れてもらおうかな。なんてまあ、ちょっとそんな冗談を <laughs> あの考えましたが、とにかく、えー、シリコンが取らないということで、えー、安心しまして。まあ、手術を受けることにしたわけですね。えー、まあ。でも最初のね。乳がんをしてからね。あの一生懸命食べ物とかいろんなものにね。気をつけていたんですね。で、毎朝に人参ジュースを飲むとか。まあ、ただ。 その気をつけていても、えー、再発が起きてしまったと、でまあ、ごあのその再発が起きるというケースは、まあ、5年というのが、ね、勝負ということで聞いてましたので、あなんと、なんでまあ再発してしまったんだろう、ね、まあ、それはもう考えても仕方がないと、でまあ、これから私はもう生きていけるのかな。 ね、ちょっとネガティブなこととかね思って落ち込みましたが再発というね重い言葉、まあ、簡単にはちょっと割り切れなかったんですねでもまだまだね人生終わりにできないやりたいことがたくさんある。 生生きていく方に、まあ、100%ね人生をかけましたそれとしたらねそういうことを思ったら、まあ、元気が出てきたわけなんです、えー、そしてちょっとね余談なんですけど乳がんしてから帰らなかった日本、えー、飛行機に乗るのがねちょっと怖かったんですね実はで実はシリコンを入れてから、えー、子供のような考えなんですけども飛行機に乗ったら気圧で膨れ上がっちゃうんじゃないかっていうなんかね思いまして、えー、6年間ちょっと帰らなかったわけです、えー、だけどもまあちょっと 今回帰っ,ってみようと思うことで、まあ、今年の1月にあの帰ったわけなんですが、まあ、その時にね、えーまあ、友人がねとても、えー、美味しいそのお料理を、えー、予約をねレストランに入れてくれてたんですけどもたまたま具合が悪く、えー、食べ逃してしまったとでその時思いましたああやっぱり健康が一番そしてね美味しいものを、まあ、食べることが一番っていうことで本当にもう絶対にねなんかがんになりたくないなって まあ、つくづくづ思いました、まあ。話を戻しますが、とにかく、まあ、手術をやるしかないって決めたわけなんですね。で、一番、まあ、最初に手術をしてくれた、まあ、ドクターを希望したんですけど、まあ、保険のね兼ね合いで、えー、その方ができないということなので、まあ、その方のまな、えー、弟子さんですね、えー、ドクター紹介していただきました。で最初はちょっととと若手だというこででねうん、あのー、でまあ もちろん若手でもね腕のいい方だって聞いていたのであの、ね、不安はなかったんですけど、まあ、ちょっとねあの最初のドクターとすごい相性が良かったので、うん、どうなのかなってねちょっと思ってで面談しましたらまあ,あのそれがね実は吹っ飛んでしまいましたあらまあなんとイケメンのドクターということで。 うん、もうあの私の体をすべてお任せしますということでね、えー、あの最終日に挑んだわけでございますそれで、えー、一昨年の7月にね、えー、最 手術って言いますかねあの再発の手術を受け,させ受けましたで。同時にですねあの先ほども先生があの説明していただいたように、えー、リンパ節成形ですね、これも同時にいたしましたでリンパのところを、ね、切って、えー、検査したわけなんですがでこれも手術終わった後に聞いたんですけども、えー、まずは転移、えーまあ、はなかったとっいうことだったんですね。後後なんですが、えー、2週間後の、まあチェッ アップなんですけども、ドクターから良い報告と悪い報告があるよと言われました。どっちを先聞きたいって言われたんで、えと思ったんですけど、まずはじゃあ、うん、良い報告。まあ、先ほども言ったように、あのリンパ節政検でどこも転移がなかったと。で、っていうことだったんです。で、悪い、まあ、あの報告はっていうと、実は、えー、術後に取った CT に、 まだ微量ですけども、えー、その腫瘍が残っていたと。で、えぇ、ー、ちょっとマジですかまた手術なんですかっていうことでもうすごくね、ショックだったんですけども、まだ、まあ、実後ね、2週間も経っていないのにあ、悪い報告を受けてしまいました。でも、まあ、それは簡単にまたね、えー、取れるということだったので、えー、気を取り直して、えー、とにかく。 またもう1回ね、手術をしてもらうことにしました。だから同じ時期に、夏な一昨年の夏なんですが、まあ、7月に、えー、その再手術をしまして、でもう1つそう、まあ、残っていた小さいその微量なものですけれども、これも取り除くということで、8月に手術をしたわけなんですね。だから7月、8月とその年の夏は、まあ、手術ばかりだったんですね。まあとにかくやるしかないと思ってね、気合を入れてやりました。<laughs> で 術後ですね、えー、経過はよく腫瘍、えー、もす、ね、べてなくなったんですけども今回はまあなんと、えー、前にしていなかった、ねえー、5週間の、ねえー、放射線治療を受けるということになりました。で、キモセラピーはあのやらなくていいと抗がん剤治療はやらなくてよいとただ放射線はした方がいいということなので、まあ、これは。あの しししようと思いままて受けましたであの放射線の、ね、知識はやっぱりなかったので自分的にはなんかあのレーザービームがねあの体上にビビビビってかかるのかなみたいな,なんかそんなイメージをして勝手に思っていたんですけどもあのそういうものではなかったです。で、えー、前あの毎日ね学校のように、えー、同じ時間に通うんですが週末はお休みなんです。で最初は痛いかなとかなとね なんかそんなちょっと意外に何て言うんですかいろんなことをちょっと考えましたけども、まあ、カウンセラーの方がねとってもいい方で、えー、いろいろと相談を、まあ、してくれまして不安な時は、ね、いつでも、まあ、連絡してねということでとてもね心強かったわけなんですで腫瘍、まあ、もねそれなりにまあ小さかったっていうこともありましてあの照射時間も本当に少なく。 あのいつもピピピピって感じだけで、えもう終わったのみたいな感じで、ね、あの終わってしまったんですが、まあ、あの放射線を始まる前に、えー、胸に印をつけるわけなんですね。でこれ、タッツ、まあ、要するに入れ墨なんですけども、えー、これを照射する場所をきっちり、ね、覚えさせるということで、まあ、あの必要だということで、ね、胸にタッツを入れました。 受けけたわでですねで毎日その放射線を受けるときに、そこの場所に必ず照射するという感じだったんですね。で、あとね、照射するときに、まあ、お部屋を暗くするんですけども、えー、暗い部屋がね、苦手な私は、えー、明かりをね、あの消して、あの消さないでってね、わがままを言ったんですけども、まあ、放射線の技師の方、アシスタントの方がね、とってもあの優しくていいよって言ってくれまして。はい そして、えー、とあとはですね、えー、と皆さんね、ねとってもいい方って本当に感激したんですけどもお部屋の中がとてもあの明るくしたまま、まあ、そ放射線してくれたんですがあのもっとすごいサービスしてくれたのが感激だったんですが、まあ、私が、ね、怖がらないように、まあ、音楽をいつもかけてくれてたんですよね。 でえー、好きなジャンルはって聞かれたので、えー、ロックが大好きって言ったらじゃあ、ジョりとかね、まあ、いろんなものをかけてくれたんですけどリラックスしたムードでもうほんの,、まあ、あのちょっとの時間なんですがお部屋の中にそういう音楽を流してくれてとてもねさ、まあ、放射線をやって癒されるってわけじゃないんですけどとてもあの怖,怖,く怖くなく、まあ、受けさせていただいてとっても感激したんですね。ととにかくそういういころが アメリカっぽいなっていうことで、でまあ、再発したっていうことも、あのね、あの前社でちょっといろいろ不安だったとかね、いろいろお話ししたんですけど、まあ、皆さん、とても温かい方で,で、放射線もすごい不安だったんですが、まあ、周りに助けられましてですね、ちょっとまあ再発しても、とにかくなんかこう元気をいただいたっていうかね、それで、こう 私もすすごく元気にななったわけなんですそしてさい最後の、ね、放射線が、まあ、5週間終わる、えー、と最終の日なんですけども技師、まあの方が「のりこ今日はお祝いだよ」って言うんですよだから「え何のお祝い?」って言ったらあの「今日が最後の日だから、まあ、あの終わったらね鐘を鳴らすんだよ」 幸せの鐘、えー、まあそれはなんとジーンときまして、で終わった日ですね、えー、と5週間頑張ったねって、ナースの方々はもちろんあの技師の方々が来てくれまして、鐘を鳴らすところがあるんですね。それを鐘をカランカランカランと鳴らして、おめでとうって言ってくれたんですよ。で、すごいもう感激してね、もう泣いちゃったわけなんですよね。 あもう5週間頑張ったなっていう、まあ、やり遂げたという、ね、達成感ですよね。であのもうがんにならないように、まあ、そのために再発の,その可能性を減らすということでねもちろんやったわけなんですけどもあのとにかく頑張った自分を、ね、褒めてあげました。 ただ、まだホルモン治療というのが残ってまして、薬を生まホルモン治療の,、ね、あのピルを飲まなきゃいけないということで、ね、まだ数年残っている長い道のりなんですけれども、えー、再発と転移、で今後まだまだ、えー、不安を、ね、抱えながら10年、であるいは、まあ、それ以上の長期にわたり、まあ、乳がんとともに生きるということで意味をしてますが、前見君に。 前向きにですね。まあ、人生を生きていきたいと思ってます。で、手術は成功しましたね。再発手術も成功しました。で、早期発見だったということもあり、あのー、まあ、主要も今は亡くなったんですが、あのとにかく家族、そして友人まあ、素晴らしい。ドクターたちえー、そしてナースたくさんのね。あのー、周りの人々のおかげに支えられて、私はね。あのー、今回生きられました。 えー、一人息子もねいつも心配してくれてそばにいてくれてます、えー、体はね回復してますがあのいろいろなことを考えるとあの心はたまに痛くなることもあります怖いです本当にまた再発するんではないかってね思う時もあるんですでも負けないで強い意志を持ってやはり生きていきたいなってね思いましたで 乗り越えられたのはね、やはり、周りの人々の優しいその気持ち、えー、その愛ですよね、うんで。絶対にね、治るよっていう気持ち、これをね持ち続ける。だからあの、治るよっていうかね、もう自分は治ったっていう、なんか結果論を言う、もう自分は大丈夫だよ、治ったんだよっていうさなんか結果論的なもので、自分を励ますっていうことであの乗り越えました。 1で一人ではないとで、前向きに、そしてまだまだ生きなきゃいけないと思いました。まあ、とにかく、まあ、好きなことをねやるのが一番と、で人生長いこと、ね、いろいろありますけども、うんやはりねあの、ストレスをためないことがね一番かなと思います。そして、やはり先ほどもあのドクターの方々がおっしゃってましたが、早期発見です。これがね、一番だと思います。 やっぱり病気になるとね精神的にもまあ、肉体的にもあのー、しんどいです、でも楽しく生きていきたいなと思います、で特に女性はね乳がんとか子宮がん子宮頸がんいろいろあると思いますが、まあ、早期発見を心がけて検診されることをねおすすめします。えー そうですね、えー、まあ皆様もし何か気にかかることがあったら悩まずに早くお医者様にね相談された方がいいと思います早期発見です本当にえ今日は私の話を聞いていただきましてありがとうございました